若宮八幡宮は、神奈川県川崎市川崎九大師駅前にある神社である。九大師河原の総鎮守。境内社には、金丸祭で知られている、金山神社がある。東京都大田区東六郷にある八幡塚、六郷神社より、氏子の移住とともに、大師河原の干拓の総鎮守として、六郷神社の祭神を応神天皇の御子である、仁徳天皇を、淀川治水工事の実績から祀ったのが始まりとされている。創建年代は明白でないが、永正17年から弘治元年にかけて実施された、建地に基づいて作成された、小田原州所領約定、永禄2年に、主院地三石と記されていることが初見となるのを目安とする。創建以来川崎大師平観寺に属しその鎮守社とされてきたが、明治の神仏分離の際に平間寺から独立し、当時の平間寺38世灌樹、佐伯隆起の親族が宮司となった。節分の際には豆まきが行われる。いわゆる豆まきとは違い、駄菓子やせんべいなども巻かれるため、子供たちで賑わう。1994年の節分祭の際には、豆まきの福豆の中に、恵方巻き用の海苔の引換券を入れたり、社殿の前で年女、年男が恵方に向かって一斉に恵方巻きを食べる行事を始めた。関東で恵方巻きを公の行事として行った関東で唯一の神社とも言われている。また、大師河原の村は長十郎梨の発見地であるため、長十郎梨収穫祭が行われる。また、境内には郷土資料館と若宮幼稚園が併設されている。氏子区域は概ね以下の通り。ありがとうございます。